随風さんです。今休憩終わりということで、続きをやりたいと思います。天体配列ですね。天体配列の方を見てみましょう。天体配列、10人のうち責任者が2人います。6室月と冥王星、9室冥王星、これはもうミューチュアルリセプションということになります。ですのでね、何かこう自分自身を鍛え上げて、コツコツやっていくこと、サッカーだったり、野球だったり、トレーニングだったり、健康だったり、そういったこと、ペットだったりってね、ですからお猿さんの調教師になりますかみたいなね、そんな感じですんでね。そしてまあ旧室冥王星と、やっぱり外国ですよね。外国に行くということが一つのねキーポイントだと思います。外国に行く、そして何か本を書く、だからもういいんですよ、そのキャバクラ放浪記でもね、単なるね、軽いものではなくて、もうそれは徹底的に研究されたキャバクラのすべてがそれを読めばわかる、そういう学術書、大学でもね、キャバクラ学部みたいなね、キャバクラ学部卒業みたいなね、卒業論文出してくださいみたいな、キャバクラについて、卒論を書くつもりでねやるというようなね、冥王星ですから、今後ね YouTube を通して外国だったり、あるいはね、学術書だったりね、法律に関することだったりっていうね、そういうことっていうのが中心になってくるということだと思います。犬の調教師の本とかね、そういうアニマル番組出ちゃうみたいなね、レギュラーで出るとかねトイプードルのしつけ方みたいなね、専門家になってしまうというね、そういうことだと思います。そしてね、天体配列、クオリティ、エレメント、エレメントの価値風水、火が4、地が1、風が2、水が3、地と風がやっぱありませんので、地というね、現実、現実的にはどうなんだと、いうところ、まあ、お金ですよね。現実ってなんだ、お金にしているのかなって、それはと、いうことで、YouTube からはね、毎月、お金が振り込まれるんで、今のところはいいですけどね。まあ、ただね、水と火が強すぎるがために、全部使っちゃいます。水は特にね、強いとね、気分によってね、お金の流れがね、変わっていくという。いうことで、風が少ないということで、客観的にこう考えるっていうよりも感情で考えるとか、火でその時のやっぱ勢いとかね、情熱とかね、やる気ない時に言っても何も やる気起きないからダメですみたいな、ことになりかねないんでね、そこのところはやっぱり血と風が強いパートナーで補うということが必要だと思います。活動不動柔軟、活動が5、不動が2、柔軟3、活動が5ということで活動球が強いと、いうことになります。活動球強いとね、行動が早い、三島由紀夫さんがそうですよね。ですんでね、あんまりこう行動する場合によくね確認したりとか、ということだと思いますんでね、そこがやっぱ注意だと思います。そして男女比6対4、ということで、ちょっとカメラが暗くなっちゃってるんですかね、
何か表示が出ております。何か上昇して、本体の温度が上昇したため、一部のカメラの機能が利用できませんって書いてありますんでね。長くやりすぎるとね、こうなってしまって、あ、やっぱカメラが熱くなってね、しまったみたいですね。まあ、とりあえずね、そういったことで、天体配列、見てみました。ということで、チャンネル登録&高評価、ね、よろしくお願いします。それではまた、さよなら。